はい、キバチャンネルケンジです。今回はですね、先日パワースライドのやり方をお伝えしたんですけど、それのね、今回はね、実践版で近所の坂道で遊んできましたね。じゃあその動画を見てもらおうと思うんですけど、その前にですね、皆さんチャンネル登録ぜひ忘れてしまうんで、今のうちによろしくお願いします。右隅の方にね、赤いなんかちっちゃいのが出てるんで、そこをクリックしてもらったら登録ボタン出てきますんで、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあ最後まで、まあ短いと思うんですけど、最後までよろしくお願いします。じゃあ動画どうぞ。パワースライドこんな感じでした。ですね、本当はね、もうちょっと 4、5 回撮りたかったんですけど、たまたま通りかかったカメラ好きなベトナム人の人と話し込んでしまいまあ向こうもね、カメラ見て、三脚見て、あれいい三脚だねみたいな感じから、僕はカメラが好きなんだっていう話が始まって、つい自分もカメラ好きだみたいな感じで、結局20分ぐらいダラダラ話しちゃって結局2本しかね下れなかったんですけど、まあ本当はね、ちゃんとパワースライドから180して、今度ハーフキャブのフェイキーからのパワースライドとかも入れたかったんですけど、今度ね違う坂とかでまたやっていこうと思うんで、できればね、また黒玉さんとかにお願いしてね、あれをちょっと追い撮りとかで撮ってもらいたいなと思うんですけどね、ダウンヒルの撮影なんて大変だなと思います今度はまあバイクとかにね、こカメラ固定して自分がバイク追いかけるぐらいの感じなのが撮りやすいのかな。まあちょっといろいろ考えてね、違ったアングルとかからでも撮れるようにしていこうと思うんで、まあ今回はね、第1回のパワースライド実践編でした。最後までありがとうございます。チャンネル登録忘れずにお願いします。コメント何かあればよろしくお願いします。いいねね、忘れないでお願いします。じゃあまた次回のビデオで会いましょう。バイバイ。